なんかうちのお父ちゃん庄司もあのレビ庄司だったっけ、庄司、庄司です、あの私の麻雀見ててもあーちゃんの麻雀見てても似てるなみたいなこと、そうなん、うん、言ってますね、ここ違うのに、だからまあ、でも君らのお父さんめっちゃかっこいい麻雀打つよな、男前なんです。俺一遍さあのバビーでさ新宿の、うん、上茶がお父ちゃんで、庄司、上茶庄司、下茶ルミ、うん、やった時あって、うん、秋おらんかって、うん、秋おってほしかったなと思ってんけど、うん、なんかフリーで売ってたから、はい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 、そしたらめっちゃ絞ってくるよな、あの、うん、庄司すり方なんですよ、庄司絞りすぎやろ庄司絞るんですよ、すっげえ絞るんですよ、あの振り点まで絞ってくるからなもうあんまり絞り手やから振り手残したれと思ってわざと、うんうん、振り手も切らへんからな、流局してからなんか違って、うん、普段普通の曲にはやらないんだけど、うんうんうん、リャンスを切ったってリャンスを残してるのに、うん、違うみたいなこの人すごいなと思ってすごい二階堂庄司強いよ、庄司庄司麻雀強いめっちゃ強いよ、いや庄司あのそのたまたま後ろ見した時に、うん、酷使テンパってたの、うんうん、当たり牌掴んで降りてたからね空気を全然一切出さないから、うん、ほんでやっぱり見てたら、うん、めっちゃ買ってる人の上茶に座ると絞るし、うん、負けてるお客さんにはちょっと甘めに、うん、ちょっと蛇口上げて、うん、はいどうぞみたいな、元気出していこうみたいな、でそれでいいその人が上がり出したらまたちょっと絞るみたいな、うん、そういう芸当が昔のメンバーさんってみんなできてたんだけども、うん、今の麻雀館ってそういう感がないからね、うん、そういう考えがないから、うん、なんか貴重な存在というか、庄司、庄司はまだ錆びてないですか、麻雀。錆びてないですよ、毎日麻雀見てますからね、今日も多分 M 見てますよ、結構多分庄司の解説聞くと、うん、面白いかもね、本音の喋ってるから、確かに、うん、だから喜ぶかもしれない、俺ちょっとプロを叩く人は庄司、うん、ぐらい打てるようになってから言えって俺は思ってるそうですね、庄司は麻雀プロじゃないけど麻雀強いですからね、庄司、うん、が言うんなら俺も納得するわ、うん、そうですねちょっとあの、うん、黒さんの報酬がちょっと甘いんちゃうかとか、うん、なんか言ってきても、うん、まあ、庄司なら言うですかな、庄司は打たないですからね、庄司は打たないから、庄司は教会とか最高位制の麻雀も見てるからな、そうね、あのオープンレック入ったらあの毎日毎日見てますから、庄司働かへんの、庄司はあの子供見てますし、私の子供見てます、庄司ノート書かしたらああ文章を書くのかな、面白いかもしれないですね、だって LINE にあのルミチンに買い物でこれ買ってきてのケチャップがケチアップにそれはかもしれない、それは書くとしても鉛筆で原稿用紙に書くやつをこう書かなかったから無理やな、あのフリックとかできないんで、こうやってじゃあ正直 YouTube に出るしかないな、正直だってもう70近いですからね、そんな年になったもん、67とか8とか、うん、8くらい、うん、くらい、うん、めぐみなにって来てますよ、ああ。タイちゃんと2人でやってみますいいっすよ、あ、ホリポヨだ、人のお父さん、庄司いやいや、喜びますよ、タイトル庄司ですよ、たまに見てるんで、あ、見てんの、あ、すいません認識あるんだけどね、翔、うんうん、ちゃんね、ほんとマージャン好きなんやな、マージャン好き、うん、かわいいとこあるんですよ、で昔そのあのパパって呼ぶのがもう恥ずかしくなってきたから、うん、お父さんって呼んでいいって聞いたら嫌、うん、だって言われて、うん、パパでお願いしますって、なんでいやなんかパパの方がかわいいじゃんみたいな何やそれちょっとね変わってるんですよ、変わってはいるよな、翔も変わってるんですよ、かわいいとこあるんですよ、翔司取材した時もこの人変わってるなと思ったもん、うん、変わってるんですよ、子供の育て方とか、うん、なんかそのお姉ちゃんだからとか妹だからっていう言い方はしないで、うん、そういうのなかったんで、うんうん、ないね、もう喧嘩しても喧嘩両成敗って言って、うん、2人とも怒られてたんで、うんうん、学校の先生の言うこと聞くなって言ってたもんな、あ、なんかね、自分の言うことだけ聞いてればいいっていうタイプの、うん、学校の先生と俺の言うことが違ってたら、うん、俺の言ったことを信用しろ、うん、なぜなら学校の先生は1年だけしか見えひんし、うん、ビジネスやし、うん、俺はお前らの親やからって言って、うん、そういうのにおらんようになってまうもんな、うん、急にな、それが庄司だ、それが庄司です、発電機がある、それで満喫で再会するんだもんな、八王子のな、ドラマですよ、ドラマですよ、だから原作でそれ微妙だったもんな、まあそうね、秋っていうあの漫画 の、うんうんうん、その、まあ、原作にの時に僕もお手伝いしたんですけど、うんうん、そのちょっと話がすごすぎて、うん、実はと思われないから、そうですね、っていう理由でカットされた話が結構あったんだけど、うんうんうん、その俺なんか満喫のシーンを入れてほしかったな、うん、あったっけあれ、いや、ないですね、ないと思いますね、だってすごいですよ、ドラマですからね、完全に鎌倉で生き別れになった親子が、うんうんうん、
八王子の雀荘で秋ちゃん働いてて、うん、で満喫行ったらお父さんいて、うん、お父さんその満喫の向こう側の雀荘で働いてたんで、うん、そんなことある？すっごい運命ですよね、やっぱそれ。すごいよな。そう、道挟んだ向こうの雀荘で働いてみたいな、うん、でその深夜の漫画喫茶に行ったら、このいや本棚がバーってあって、その漫画が並んでるわけじゃないですか、うん、でみんなこう漫画選んでるところで、うん、私なんかこう通り過ぎたんですよ、うん、したら視界の端に何か見たことある、うん、障子っぽいのが、障子っぽいのがハッて入ってきて、あれと思って、うん、で3度見くらいしたんですよ、障子か、あれ障子、庄司かなみたいな。庄司って言うの？パパやろ？そうそうそう、うん、で、なんかあの違ったらどうしようと思って、うん、なんかでもすっごいちっちゃい声でパパって聞いたんですよ、うん、したらパッてこっち向いて、うん、あーってなって、もうそっからですよ、もうあの映画みたいにこうなんか走ってこうフローモーションみたいな、あきパパみたいな、もうすごいな、そういう感動の抱擁で、こんなとこで何してんのみたいな、お互いに、ね、そう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 、っていうか満喫くんなよと思ったええ年したおっさん、いやもうでも漫画好きなんで、認証時は20年以上前か、20年、ね、うん、それはだから連盟のホームページの原稿で僕があきちゃんのことで書いたね、インタビューでね、うん、それは覚えてんねんけど、うん、漫画にはならなかったね、ならなかったですね、うん、うん、すごい人生送ってきたんですよ。そんなこともありましたね、はい、映画みたい、みんなその話を知らない人も結構いいねんね。そうですね、多分、うん、あんまり知らないんじゃないかな、同じ話何回もしてるから、うん、でも2人くらいしか知らないんじゃないですか、うん、